ピッチャーは下半身がやっぱ重要となってくるので、その雪の上で体幹を鍛えられるので足が一番鍛えられるかなと思います。体作りの面で、他の高校と比べても、一回り二回りちっちゃいんで、それは継続して筋トレや食トレをやっていきたいと思います。はい、校長席です。謹んでお受けいたします。21世紀は出動校の名に恥じぬよう、できる限りの準備をして大会に臨みたいと存じます。ただいま日本高野連から連絡が入り、本校野球部の甲子園出場が決まりました。本当におめでとう。町上げてもう町民全員でもう本気で応援したいと思います。自分の野球人生にかかってくれた方に、恩返しの意味を込めて笑顔で全力プレーをしたいと思います。自分たちのチームのモットーである全力疾走をしっかり甲子園で徹底して、見ている人に元気を与えられるようなプレーをしたいと思います。せーの。